全然踊ってる時の顔と喋ってる時の顔違うな。違う。ねえ、横山が違いすぎて俺ショックやもん。すごい。なんだ、バク転してたやん。すごいね。いっぱいやってた。あの練習の時はできなかったんだけど。すごい。すごいね。強いんだ本番。すごい緊張したんですけど、うん、曲かかったら、うん、昨日やったことしっかり思い出して、うん、ちゃんとできたのでよかったと思います。よかった。踊ってる時に、うん、ちょっと鼻水が、うん、出てきまして、うん、大事な子がよう頑張った。よう頑張りました。大島涼香いかがですか。あんまりエイトがこんなダンス踊ってるの見たことなかったからすごいびっくりしたし、横山由依ちゃんそんな踊れるなんて知らなかったから、ね、すごいな。小学校3年生からの、はい、フィッシュボーイさんいかがでしたか。はい、最初のこう可愛いところから厳しい表情になって最後あの可愛い表情で終わるっていうこの気持ちのこの構成っていうのも、素晴らしかったです。お3人のキャラクターが伝わる、素晴らしい作品となってます。おいやちょっと見とれちゃいましたね。瞬きしないでずっと見ちゃいました。素晴らしかったです。3人ユニットのような息のあった、うん、馴染んでますね。そう1日で本当にやったの。はい、ね、それがすごい。すごいな。なんか軽いな。審査員の皆さんには判定していただきたいと思います。暫定クイーンとチャレンジャー、良かった方の札をお上げください。チャレンジャー、チャレンジャー、チャレンジャーということでチャレンジャーの勝利。盛り上がったっすもんね。そうっすもんね。なんか軽いね。なんか軽いな、あいつ。暫定ダンスクイーン交代。さあ、このチームメイトに挑戦するのは